とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。防具の最強ランキング、やってくださいということです。令和4年3月現在で、一番強い防具は何なのか、トップ5、発表していきたいと思います。では、サクッと行きましょう。それでは第5位からいきましょう。第5位は2つあります。まず1つ目、反逆者のアーマー、そして2つ目、フルメタルアーマーです。反逆者とフルメタル、怒りを使う時に装備してるとかなり役に立ちます。反逆者が攻撃より、フルメタルが防御よりの性能です。続いて第4位です。第4位も2つあります。1つ目、勇者のアーマー、そして2つ目、英雄のアーマーですね。勇者のアーマー、そして英雄のアーマー、これは無限ポーションバリアですね。リフレッシュをつけた装備をつけていきましょう。 90% ダメージを軽減するので、ほぼほぼ死ぬことはありません。ただ若干難しいです。続いて第3位、2つあります。まず1つ目、スパイダーアーマー、2つ目、ウィザーのアーマーです。スパイダーアーマーとウィザーのアーマー、スキルに 6% 吸収がついてます。防具スキルで HP を吸収することができるので、武器を思いっきり攻撃寄りにしたり、思いっきり防御寄りにしたり、いろんなやり方ができます。第3位、スパイダーアーマー、そしてウィザーのアーマーです。それでは第2位に行きましょう。第2位は3つあります。まず1つ目、黄金のピグリンアーマー、そしてソウルダンサーのローブ、そしてもう1つ、輝くローブ、この3つです。ピグリンアーマー、ソウルダンサーのローブ、輝くローブ、この3つ、カバンに特化された防具です。まずピグリンアーマー、これはサプライギフトがついてるため、矢がなくなった時の緊急時に役に立つことがあります。続いてソウルダンサーのローブ、これは 30% のダメージ回避がついているので、防御力としては3つの中で一番高いやつになります。そして魂の回収率 50% がついているので、 HP 回復もかなり役に立ちますね。続いて輝くローブです。輝くローブはもともとクールダウンがついていて、エンチャントを選びやすいです。そして近接のダメージ 30% アップがついてますので、近接でも使っていくことができます。では第1位いっちゃいましょう。第1位は2つあります。まず1つ目、影の衣、そして発光するイカの防具です。影の衣、イカの防具、この2つ、バブルバースターとの相性がいいです。影の衣は 35% ダメージ軽減、イカの防具は 15% 移動速度アップがついてます。これは月々分かれますね。そしてここで番外編です。なんといってもダントツ1位なのは間違いなくミステリーアーマー、これ間違いないです。ただ出ることはほぼほぼないと思います。まあ出てしまえばマジで最強なんですけどね。スキルで 6% 吸収、それと、無敵になるっていう能力だね。で黄金スキルでクールダウン、エンチャントでまあポーションバリア、雪玉、あとヘルスシナジー、まあそこら辺がついてしまうとやばいぐらいの強さになってしまいますね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。令和4年3月時点での最強防具ランキングやってみました。これ個人的な意見も入ってます。ご了承ください。ではまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。